はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、最近なんかやってる人はやってるなっていう風に思ってたんだけど、いちご一振りグローリーですね。ちょっと実際に使ってみたらすごい強かったんで、ちょっとそこら辺をご紹介していきたいなっていう風に思うんですけれども、いちご一振りグローリー、ちょっとどんな性能してんのかっていうのもなんかよくわかんないよね。俺もいちご一振り出た時にグローリーの性能とかもチェックしてなかったんだけど、これがね、確認してみるとマグナ編成でメイン武器として持つグローリーとしてね、のにすごいいい性能をしてたんですよ。あらかじめ言っておくと、ダマスカスを注ぐ価値があるかどうかっていうのを判断するのはちょっと今回は皆さんに任せたいなっていうふうに思ってる。ちょっとそこら辺のプレイ動画、今ここでやっていくんだけど、そこの動画っていうのを見ていただいて、でどういうふうに思ったのかっていうのを皆さんのご判断に委ねていければなっていうふうに思うんですけれども、ザ・グローリー、今回のね武器はこんな感じの編成、マグナ編成のね、マグナ編成のやって、で召喚石はこんな感じっていう風になってます。じゃあちょっと実際壁殴りながら語っていきましょうか。で、いちご一振りっていうのが、まず奥義効果が通常攻陣アップ、味方全体の通常攻陣の火力がアップ。で、一浴びが、参戦者の、土属性攻撃力アップ。だから他の参戦してる人の土攻撃も上がっていくよっていうような性能になってますね。参戦者、味方、マルチの全員、ファランクスみたいな感じになってるね。土攻撃アップ。で、奥義効果が通常攻陣火力アップ。で、やっぱ今の刀パーティーっていうと、なんか無名兼重、土属性の無名兼重ってどうなんですかっていうふうに言われることも多いと思うんだけど、奥義ゲージ上昇量が低い代わりに通常攻陣を手に入れた、奥義回転率が少しだけ悪くなった代わりに通常攻撃が、上がっているっていうようなイメージとして見ると捉えやすいかもしれないですね。ただ、僕の試験を言わせてもらうと、もともと無名兼重を持った剣豪ってすごい回転良すぎたんだよな、奥義の回転が。奥藤がいるってのもそうだし、奥藤のサポアビ、リミエルビーも振ってて、奥義ゲージがモリモリに増えちゃってたから、そこら辺でどうしてもこう、奥義が回りすぎてた感っていうのがあったんだけど、こっちの無名兼重グローリー、無名兼重じゃない、一応一振りグローリーは、すごいそこら辺が地に足がついている感触がしますね。で、ここの剣気消費効果っていうのが、通常攻撃によって、追加ダメージですね。あれみたいな、同点浄土、光のゼノコロウ剣のアビリティみたいな感じになってますね。だから、純粋に火力が高い、通常攻撃の部分に追撃ダメージが乗るっていうところで、火力が高めになるっていうような印象かな。で、火ダメージ効果は、自分の水属性、自分に対して、自分だけに対して水属性のダメージ軽減を付与するっていうような効果。消費研究はね、1とか2とかだったんだけど、何せよそこまで使わないかな。あると渾身、基本土パってマグナ編成だと渾身パーティーになることが多いかなって思うんだけど、そこら辺の渾身維持がしやすいかなっていうような印象こそあったもののっていう感じかな。なくてもいい。だから僕今回はコルミロスを持ってきてます。火だめの剣気効果が発動しなくなるよっていうことですね。じゃあちょっと実際に殴っていきましょう。すごい、通常攻撃の火力がやっぱ武器スキルとしても伸びてるし、ちなみにこの献身共鳴効果はウェポンバーストです。ウェポンバーストだから、その最初に通常攻陣、味方全体の通常攻陣火力アップっていうのをこのウェポンバーストによってばらまくことができるんだよね。ちょっとじゃあ行きましょう。で、属性攻撃力アップ、参戦者の属性攻撃力アップと通常攻陣の火力アップっていうところで、もう火力がすげえここで高くなってる。スナグリ全然強いんだよね。やっぱここら辺は無名兼重剣豪にはなかったところだよな。やっぱ回しやすい、そこら辺は。すごいそこら辺が地に足がついてて、なんか HP が減らない限りはかなりの効果力、通常攻撃で効果力が出せるっていうところがあるから、カインの一浴び、復系だね、カインの一浴びと組み合わせると、その追撃効果っていうのもあって、でさらに、なんだっけ、いちご一振り、いちご一振りグローリーっていうので、自分に追撃っていうのもあるから、スナグリの部分のダメージが高くなりやすくて、そこら辺がすげえいいところだなっていうふうに思いましたね。無名兼重剣豪とかだったら、どうしても奥義硬直とか気になるところって少しあったんですよ。でもこっちはあんまりないね。そこら辺のなんかフラストレーションではないんだけど、少しだけなんかきつかったなって思ってたところはあったんだけど、そこがなくなった、
から、なんかそういうところでなんか地に足がついてるリロード殴りとかを考えるんだったらこっちの方がなんかダメージが出しやすそうかなっていうような感じになってますね。で、普通の素殴り状態っていうのもやっぱりその一語一振りっていうのがついてるから HP が減らない限りっていう条件、まあ今 HP が減ってない状況なんだけど HP が減らない限りっていう条件さえ、出してればもうダメージ上限アップ武器とかをつけるのも可能性はある。もう減衰出てますよねこの状況。ちょっとじゃあウリエル使ってみていい？だこれで火力がこうモリモリになりました。火力がモリモリになってよいしょ、防御デバフも加減になってますよっていう風になった時のこれ素殴りの火力が見たいね。ちょっといいとこ見てみたいね。だこれでまあ、ここで多分スナグリ68万で主人公78万とかになると思うんだけど見てみましょう。だからダメ上限アップ宝剣アンダリスとか78万68万68万68万っていう感じですね。まあ、やっぱりこうダメージが上限にいく。土属性ってこういうのなかったんだよね。実はあんまりマグナ編成だとあんまりなかったよね。なんかこうオメガ剣とかを積んでても少し足りないかなってちょっと思う時はあったんだけど、そこら辺がすごいなんか入ってるような気しますね。まあ刀染めもできてるからオメガ刀っていうのも装備してもいいし、まあ、オメガ刀サブ武器ね、サブ武器の水オメガ刀っていうのを引っ張り出してもいいし、なんか連撃ってのもそこまで欲しくないんですよね。この奥義の周り見てもらえればわかると思うけど、で奥刀の4アビっていうのを使わなくても奥義自体は綺麗に回ってる。まあ、最攻撃バフがあるから一語一振り、まあ、最攻撃の確率もまあ 50% ぐらいで結構いい感じになるんだよな。まあ、奥刀が奥義をして奥義ゲージを振り分けることとさらに最攻撃バフっていうのも組み合わせるとあんまりこう連撃系っていうのがいらないんだよね。だから水のカツオ剣豪編成、水のカツオ剣豪編成で使ってる渾身奥義上限のオメガウェポンとかをバッコんでしまっても特に問題はないのかなっていうふうには思ってますね。よいしょ、これが刀かな、うん、こうやってオメガブレードってのを持つと、まあ、通常攻撃の火力を伸ばせる。だから第2スキルを通常攻撃の通常攻撃のダメージ上限上昇っていうのにしてもいいしね、うん、こっちの方がいいかな。でさらに終末武器っていうのを付与してしまえば、まあ、チェーンバーストダメージ上限アップっていうのもいいし、通常攻撃ダメージ上限アップっていうところでグローリーの追撃ダメージ、カインの奥義による追加ダメージを伸ばすっていうことも可能。まあ、チェンバとそこはちょっと自分と、まあ、ご相談をっていうような感じにはなってるんですけれども、まあ、そこら辺ですげえ強えなっていう、まあ、地に足がついた強さを手に入れたのかなっていうふうに思ったっていう感じでね。まあ、最近なんかグローリーを使ってる人が多いなと思って俺も試しに先日使ってみたんだけどすごい強かったっていうふうに思ったって話をしていく動画でございました。まあさらにここから伸びしろもあるっていうこともあるし、まあ、プラスを振ると火力も伸びるよっていうことも考えるとすげえ将来性抜群だったのかなと。まあ、もともと俺はさっき言ったように土のマグナ編成ってちょっとダメ上限いかねえなっていう風に思ってたところがあったんですよ。もうちょっとダメ上限アップがあればなんとかなったのにみたいな感じのがあったんだけど、まあ、そこら辺を綺麗に一語一振りグローリーは手に入れてくれて、まあ奥義硬直長かったな、無名金重剣豪だとちょっと奥義硬直長かったなっていう風に思ったところも綺麗に解決してくれたんで、なかなかロマンがある装備だなっていう風には思ってます。ということで、まあ、このねダメージの方を見てダマスカスを注ぐかどうかを決めてるのは君次第っていうことまあそんな感じでね、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。参考になれば幸いです。ということで、無名一語一振りグローリーを触ってみたよ動画でした。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。